はあの PC 専用なんですけども、高速のインターがあるんですよね。ただこんなところにインターがという場所にインターがあるので、ちょっと今からね行きたいと思いますので、まあ佐賀から、まあ、沖から佐賀に帰るのに高速使う距離じゃないんですけれども、まあせっかくなのであのちょっと紹介してみたいなという場所にインターがあるので、ちょっと行ってみたいと思います。今これがですね、右手に見えてくるのが沖市民病院だったかな、大きな病院があって、その先にひな松病院っていうあの新しく建った病院があります。建ったっていうか移転した病院がありますので、まあ、その辺がこうどこを走っているかというのの目印というかね、あの地元の人は分かられるんじゃないかなという気がするんですけども、それがこの右手が沖市民病院ですね。
ターまで走ったんですけれども、あんな隠れた場所にインターがあるというのをちょっと紹介していました。ということで、勝谷さんでした。ありがとうございます。失礼します。